よし、じゃあ続きやっていくか。ちょっと前回はなかなかボコボコにされたからな。今回はどうにか、スマートに行きたいけど、とてもスマートに行けなさそうだな、これは。めちゃめちゃ待奴ちら構のえて巣くる。か。奴らの巣か。うん、そこかしこに樽があるな。おお、来てる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 。こっちにも来んのか。じゃあ飛び降りるか。いて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 。みんな集まってきた。いた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 。何しやがる。あれ違う、ショットガン。じゃあショットガン装備して。知らないこれ、なんで、え、どういうこと、なんで爆発しないの、偽物。あららら、ら死んじゃった。あ、めっちゃモツ食われてる。なんだ、見えない壁でもあったんか。とりあえず爆弾の位置をちゃんと覚えないとな。奴らの巣か。奴らの巣かって、まずマップの構造がよくわかんない。あそこに1個でしょ、でさっきのとこに1個で、この上にも多分あるんだろうな。そしたらまずは降りて下にみんな来てもらうと。してるね、行って。もうちょっと集まってほしいとこだけど、死んじゃうからな。ほい。上に登る階段はあそこだけか。そしたら炸裂弾まだ5発あるから使うか。二人、はい、行け。いそしたらリロードはしてあるな。ショットガン来てる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 。ほい、はい、しぶといな。でもそろそろ死ぬんじゃないかな。あれ？いた。ほい。ほい。よし、オッケー。あー、くそ。ん？ちょっと。増えてる。来たね、はい。よっしゃ、ハーブだ。よいしょ。そっちにもいるか。ここのやつはちょっと強いな、やっぱり。村に出てきたやつはハンドガンでも全然倒せたけど、こいつはちょっと無理だ。はあ、とりあえずやっと上に逃げられる。この辺で、はい、集まってきたところをバーンと撃つと。
まだ来るな。はい、じゃあ炸裂弾3人。あれ、後方に当たってないな。これは危ないから、じゃあ今度は手榴弾。お前さ、お前の背中どうなってんだよ。ほら、危ねえ。こいつをどうにか外したし、でもまだ大丈夫。よしよし、違う、おいし、あ、これのゴールは一体どうなんだろう。無限脇だったら意味ないしな、いくら戦っても。この滑車で逃げんのか。いや、ほいー。でもすぐ追いついてきちゃう。何かをなさなければ戦いは終わらないのか。来てるな。ちょっと待てよ。いていて。いや、山で撃ってきてる。ほい。ほら。リロード。やべ。よし、グレネードで、もう一回。よし、スナイパーライフルの弾 いるな。ほい、ライフルの弾を。よし、ほい。こっちから来てない。じゃあこいつを倒せば OK か。狙撃対決をしなきゃいけないから、邪魔なやつは吹っ飛ばしてこないと。あいつだな。おお、弓矢ごといった。今のは奇跡だな。このデカムチが、うわ、あいつが来ちゃったか。あいつが来ちゃったから、とりあえず置いて逃げるか。爆発でひるむか分かんないけど。よし、あるものは使っていこう。ほい、地雷はなくなったか。したらグレネード、グレネード。よし、こんなもんでいいだろう。したらこいつはショットガン、そいつはマグナムで、へい。いや、今日はいろんな武器を使ってるな。お、BGM が静かになった。ただ、だいぶ弾消費しちゃったな。もうショットガンがリロードできない。ガンパウダー、マグナム弾。いやー、あれだけの激闘の後にしては、ちょっとご褒美が少なすぎるんじゃないのかい？よう、ハイゼンさんよう。なんかまた泣き声がした気がするけど。ほいっと。くそ、クラフトしないとダメか。ふい、あれ。スナイパーライフル。なんだ、あ、お前は。おっと、これは
どういう視点、視点が分かんない。ほん、あ、なんかいる。捕まえた人を吊るして餌にしてるってことか。お、回復薬、炸裂弾。調べる。明けに王の伝令が来て我が軍の撤退を告げた。国境の要害である砦を異教徒どもに明け渡すのは口惜しい限りだ。私は好奇心からこの地を離れたくないのだ。この地には村人が、え、待てよ、祭祀場と洞窟と聖杯の云々だから、ん、なんだろう、これも謎解きかな。まあいいや、とりあえず怖いからセーブしとこう。相変わらずセーブ早いな。ふ、また乱戦かな。ああ、なんかこの地形的に乱戦っぽいな。バイオの乱戦はあまり好きじゃないんだけど。何かが出てきたぞ。まだ敵の正体が分かんない。あいつか、なるほどね。あ、危ない危ない。こいつどんくらい速いんだろう。あ、でもとりあえずスナイパーライフルで済んでくれる。え、あ、普通に回り込んできた。あぶねえ。手榴弾。ちょっと敵の姿が見えない。回復がないの。ほいっと。手榴弾でひるむかな。ほい。あ、ひるんでくれた。あとはマグナムも撃ってみるか。あれ、上行ったぞ。仲間呼んでんのかもしれない。そうだ、そういう時のためでも、ではあるのか。危ね、マグナム、ほら、ほい、ほい、もう一発しかない。あとはなんだ、グレネードランチャーが使えた。ほい、これでも割とひるんだ。なるほど、ジャンプしてくるのか、構えた後に。ほい、当たってないのか。よしよしよし。おおおお、なんだ、それはないでしょう。これでひるめ、ダメか。おお、なんだ、敵が来た。くそ、じゃあここはもう一回手榴弾投げとくか。
あぶね。あよしよし、今のうち。したらどうすっかな。やべやべ、あ、回復がない。作れ作れ、最後の回復だこれが。あぶねえ。お前死ねか。これやってる最中はもしかして全然当たってない。お、ジャイアントキリング倒した。当たってたんだな、ちゃんと。邪魔見ろ。やっぱ弾は惜しみなく使うものだな。すると悪と、はあ、攻撃が避けやすいんだか避けづらいんだか結局分かんないまま終わっちゃったな。塊どこだ。ん、これか。めっちゃアイテム取り逃してるみたい。あ、回復薬。そうなんだ。用意してくれてたんだ。あれのことかもしかして。なんか、何個もあんな。いや、めっちゃあんな。クォーツ、ほい。お、全部取った。お、さっきの宝箱も見えてきたぞ。よしよし、いい感じいい感じ。なんかパソコンあるな。テレビか。あ、フラスクだ。もらっちゃっていいの？うわわわわ。あ、過去の記憶。なんだ？なかなかやってくれるじゃねえか。見応えあるぜ。いつまで隠れてる？お前たちを引きずり出してやる。そうがっつくなって。あともう少しで全て肩がつく。手を貸してやるよ。だがその代わり、なんだ言えよ。まず俺のところに来い。瓶は祭壇に収めろよ。そうすれば場所はすぐにわかる。じゃあな、リンさん。クソ野郎。瓶、あれか、おばちゃん、あのおばあちゃんがいたあそこに持ってけばいいんかな。ふう、お、なんだこれ。あ、これがお宝。女の人が赤ちゃん抱いてんな。なんかこの後ろの丸がミランダ様っぽいけど。ご丁寧にボートまで用意していただいて。ハイゼンさんとは直接対決しないのか。これからすんのか。これなんか結構長いけど途中で押されたりしないかな。大丈夫かな。ああ大丈夫だった。こっちは特にいけないもんな。あれあれあれ。うまく止められてなかった。そうしたらん、どっちだ。
こっちに行くと、あーなるほど、向こう側から施錠されているってなってた、あの墓場のところに出られると。ここは何だろう、牢獄なんだあれ、薬液か。遠くから見るとハンドルみたいだったけど、また写真か。幻の魚、ここ、あそこにいた魚、うん、ちょっと前に行ったな、あそこ、あの魚幻の魚だったんだ。カドゥ移植実験記録、あ、カドゥか。こいつは適合率が低くて、カドゥが成長しなかったと。体組織変異と知能低下、雷管症例、放浪地へ。このカドゥってので、あの雷管になると。女の人は死んじゃったと。44歳女性、没落貴族の末将、末裔か。適合率極めて高、知能低下見られず。これ、あ、ドミトレスクってことか、これ。没落貴族ってことは。D ってのは。普通に観察されてただけだったんか。かわいそうに。まあ、ドミトレスクかどうかはわかんないけど。うわ、びっくりした。しかも結構出てきちゃった。はぁ、あ。こいつらしぶといからあんま好きじゃないんだよな。V 破壊もないから戦う楽しさもあんまないし。あぶね。危なくない。普通に食らった。ふぅ。どっから湧いたんだよ。失格なら倒すか。ほい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 。あっち行け。武器は落とした。ハンドガンだけめっちゃあるからな、弾。ふぅ、これで、とりあえず地上に上がろう。でってのがドミトレスクかどうかはわかんないけど。ここに、お、来たはいいけど、次はどうしたらいいんだ。あの墓場って行けたっけな。まあいいや、一旦とりあえずセーブして。